皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルのファミ通紹介をしていきたいと思います。全員集結の大スペシャルな仕様となっております。ではキャラクターを紹介します。ガオガエン、キャラクターボイスはどうやら石塚雲翔さんだそうですね。強敵と戦うのが好きなヒールポケモンで、筋骨早々の肉体から繰り出すプロレス技は見た目も威力も最強クラス。他のキャラクファイターよりも投げ技が少し強いのが特徴だそうです。まあ投げ技が最強クラスってことですかね。つまりは攻撃が決まると調子に乗ります。攻撃が相手にヒットするとその場で観客にアピールしますが、キャンセルはできるそうです。強烈な一撃を叩き込みます。最後の切り札ハイパーダーククラッシャー回は原作の Z 技をド派手でスピーディーに進化を遂げました。低体攻撃を糧に燃え上がる闘争心を持ちます。下必殺技のリベンジは少し特殊なカウンター技で、攻撃を受けるとガオガエンの肉体が燃え上がって次に出す一撃が強力になります。続きましてはケン。竜の親友でありライバルである格闘家です。竜のダッシュファイターとして参戦して、まあ、移動速度がちょっぴり速いそうです。2種類の切り札でライバルを圧倒します。まあ真空波動拳みたいな、まあ遠近距離で使うと足技疾風陣雷脚に、それ以外では、上空に、螺旋を描きながら放つ、神竜拳になるそうです。回し蹴りを放ちながら、空中を移動する横必殺技は、見た目は竜のものと変わりませんが、相手に連続ヒットします。まあ竜巻旋風脚ですね。上必殺技の昇竜拳は剣の体が炎に包まれているという竜と同じ技でも見た目ははっきりと違います。同門ですが違いの分かる男だそうです。そして早期購入特典にパックンフラワーが参戦です。マリオの行く手を阻む憎いやつで、ロングレンジ攻撃のほか毒やトゲ鉄器を吐くといった悪の強いアクションで暴れます。そうですね、まあ新ファイターのパックンフラワーは、2019年1月31日までに購入すれば必ず入手できます。トリッキーを絵に描いたような個性派ファイターですが、どのようにバトルをするのでしょうか。では続きまして、各種アシストフィギュアを紹介します。フライホーユナですかね。射影機で使用者をサポートします。ロビン、黄金の太陽の主人公を務めるロビンのエナジーが炸裂します。漆黒の騎士、デイン王国に仕えるアイクの敵です。ドッスン、空中に浮かび上がって落下します。スプリングマン、伸びるアームを使って離れた敵にいるに攻撃します。ワイリーカプセル、空からの妨害をします。チキ、可愛らしい姿とは裏腹に強力な力を秘めています。ハエトテ、ミニゲームのキャラクターですが、油断してると叩かれます。続きましてはアキラ。バーチャルファイターから、対戦格闘ゲームのアシストフィギュアになって、八極拳の腕前を存分に披露します。ヴィンス先生、スマブラでも絵に没頭します。ガイル、髪型が生かす軍人で、ソニックブームで遠距離攻撃を仕掛けます。そうですね、まあそんな感じでいろいろと新しい要素が加わっていますね。まあ他にもいろいろありますけど、まあそれは後ほど紹介しようと思います。まあそうですね、
呼び出した本人でもアシストフィギュアは追撃してスコアを稼げるようになっています。まあ対戦相手に限らずにアシストフィギュアが撃墜寸前になると呼び出した本人も追撃可能になります。ライバルとの勝負ではアシストフィギュアの奪い合いが発生する可能性も高いですね。ロビンは実はスマブラシリーズでは登場済みで、スマブラ X で条件を満たすと出現するようになる隠しアシストフィギュアとして登場します。まあまあ、実は出ていたんですよね。まあそうですね、まあ、ガオガエンに関しては投げ技が強いというのが特徴らしいですね。まあ、剣は多分移動速度が速いんですかね。あと吹き技は炎に包まれている分威力は高い代わりに、なんかちょっと攻撃力がダウンして、ちょっと復帰力が下がっている可能性は高いですね。というわけで今回はこの辺で大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。